水面近くにいる水カマキリが何か捕食しているわけなんですけど、辛抱強く餌を待っていた甲斐があったということで、やっと捕まえたのはプレコです。まあ水カマキリにとっては余計なお世話かもしれませんけど、少し硬いんじゃないでしょうか。この水カマキリを含む多くの水生昆虫は、陸上のカマキリのように餌にガブガブ噛みついて食べるのではなくて、口を獲物に突き刺し消化液を注入する。それによって消化された獲物をその同じ口で今度は吸い込む、いわゆる体外消化というプロセスで餌を食べるわけなんですけど、まあ、そんな食べられ方っていうのは、まあ、絶対に経験したくないわけなんですけど、食べるなら人思いで食べてくださいって感じでしょうね。とはいうものの、この鎧に覆われたようなプレコの体に水カマキリの口は刺さるのでしょうか。さあ、冒頭の水カマキリのお話はあれでおしまいってことで、今回はこの2つのディスクトップ水槽、ディスクトップじゃないんです、デスクトップ水槽、このレイアウトを変えましょうって話がメインになってくるわけなんですけど、この水槽の場合はレイアウトを変更するというよりも、以前に設置したシクリットのお家が崩壊あるいは倒壊してしまったので、その瓦礫を撤去する、まあそういった解体業者みたいな作業をするわけなんですけど、蓋を水の中に落とすなよと。この水槽は当地でオーダーメイドで作っていただいた水槽なんですけど、魚の飛び出し防止の加工が標準装備になっているわけなんであります。このスタイルは当地では特に特別なものではなくて、知る限りではほとんどの熱帯魚屋さんが採用していると。まあそれでもたまには魚が飛び出すってことで、まあそんなのを加えた猫をたまに見るわけなんですけど、まあ皆さんその辺は寛容だってことで、なんかの漫画みたいに裸足で追っかけることはないわけなんであります。魚が飛び出さないのはいいんですけど、掃除するところが多くなると、まあそんな問題もありますので、見た目重視の場合はあまりお勧めできないわけなんであります。ベアタンクってこともありますけど、中に入っているシクリットが相当成長しましたからね。この水替えというか清掃作業をですね、以前よりも頻繁に行わなければならなくなってきたわけなんですけど、可能であればそういったことに時間をあまり使いたくないわけなんであります。まあそういったわけで、水槽内のレイアウトをやり直す前に清掃作業を行ったわけなんですけど、なんたってデスクトップ水槽ですからね、絵的に耐えられるものでないといけないわけなんであります。まあそうは言ってますけど、そこまで綺麗になってませんね。まあこの後レイアウト変更をするので、そこまで徹底してやる必要はないわけなんですけど、ちなみにこのシクリットの学名なんですけど、スキアエノクロミスプライエリー、日本ではシクリットアーリーとして流通されていることが多いようなんですけど、このアーリーという魚はほとんど流通されていないということで、このアーリーにそっくりなフライエリーがアーリーとして流通されているということなんであります。まあ当地でもアーリーという名前ではなくフライエリとして流通されているわけなんですけど、日本でアーリーとして出回っているもののほとんどが東南アジアからの輸入ということなんで、皆さんが飼育しているフライエリが今ご覧いただいている魚と兄弟ですなんていうことは可能性ゼロではないわけなんであります。ちなみに今与えている餌は販売業者の方にお勧めしていただいたものを未だに使っているわけなんですけど、未だにコミュニケーションを取っていてですね、いろいろなことを教えていただいているわけなんですけど、それをいくつか共有させていただきたいんですけど、まず水替えなんですけど、1週間に2回ほど行った方がいいものの、替える水の量は通常より少なめにすべき。その理由が興味深いんですけど、シクリットが餌だけではなく水からも栄養を吸収してるっていうんですね。そのためあまり水を一度に交換してしまうと栄養の吸収に支障が出るといったようなことを言っています。これはどうなんでしょうかっていう話ですけど、確かに淡水魚全般ってことであれば、浸透圧の関係で体内に常に水が入ってくるってことなんですけど、餌食べてるからいいんじゃないのって思うんですけど、それとはまた別の栄養分を摂取しているっていうことなんですかね。まあいずれにしろですね、糞が多いのでそれを取り除くという意味で頻繁に水替えを行うことは、入れ替えする水の量にもよりますけど必要であると思うわけなんですけど、この水槽のように小さめの水槽に育ってきたシクリットを何匹か入れてしまっている場合は、90センチ水槽に同じ量の魚を飼育している時と比べて状況が違うわけなんであります。次にですね、ほうれん草をたまにあげてくださいって言われました。シクリット全般かどうかは分かりませんけど、このフライエリに関して言えば完全な肉食ではないということを言っていたんですけど、本当ですかね。ちなみにほうれん草は茹でないでそのままでいいってことなんですけど、さあでは何か根拠になる文献はないかってことで、いろんなキーワードで検索をするわけなんですけど、チャナッカレオンセキスマート大学、そこの水産学部養殖学科、これはトルコの大学みたいなんですけど、フライエリの幼魚の最適な摂取タンパク質レベルについて、そんなタイトルの研究結果を見つけたわけなんであります。このチャナッカレオンセキスマート大学っていうのは、一回言えてしまうとそんなに難しいものではないですね。
まあ卒業生の方はぜひコメントをいただけたらと思うんですけど、結論としてほうれん草の話はなかったですね。ただし着目すべきはですね、一般的な肉食あるいは雑食の観賞魚における適切なタンパク質の摂取率っていうのは、この研究によると 45% ってことなんですけど、フライエリーの幼魚については 40% が適切であるといった結果が書いてあります。成魚になればさらにタンパク質を必要としなくなるわけなんですけど、フライエリーは他の観賞魚と比べて低タンパクがいい、そんな結果を出しているわけなんであります。まあかなりざっくりとまとめてしまったわけなんですけど、フライエリーにほうれん草を与えるっていうのはその話に全く関係がないわけではないような気がするんですけど、先ほどの業者からの別なアドバイスとして、餌は1日1回、金曜日は餌をやらない、そんな感じのことを言われたんですけど、これもタンパク質や脂質などの栄養の過剰摂取を防ぐため、まあそういった話なのかもしれませんね。まあそんな話と同時進行でレイアウト変更、まあそんなに変わり映えがするもんではないんですけど、提唱として砂利を入れました。というわけで隣の水槽に移るわけなんですけど、こちらもざっくりと分類するとシクリットになるわけなんですけど、ディスカスマルボロレッドとして流通しているものなんであります。まあこんな感じの色合いなんで、どう見てもマルボロレッドには見えないわけなんですけど、低床にソイルを使っているのでこんな感じで真っ黒クロスケみたいになってしまったってこともあるんですけど、このソイルを使っているのは理由があってですね、以前にこの同じ水槽なんですけどベアタンクで飼育を開始したんですね。その時は予定より生態が早く届いてしまったってこともあって、ちょっと慌てて水槽に導入したってこともあったんですけど、その後水質が悪化してしまってですね、水替えしても水質が改善しなくてですね、ほとんど全滅してしまったんですね。そんなこともあってですね、水槽内の水質、飼育水の安定を最優先にしたいってことで、ソイルと水草を入れて水槽を立ち上げ直したわけなんであります。まあ、それからは一匹も脱落していないわけなんですけど、色の問題は解決したいわけで、このままだとメジナを飼ってるのとあまり変わらないわけなんであります。まあそんなわけでこの水槽も若干のレイアウト変更をしたいわけなんですけど、真ん中から左が緑すぎる、そこが今回の問題なわけなんであります。まずは溶岩石を追加したいってことで、これに流木と水草を接着剤でつけるという作業をやっています。まあ流木はいいんですけど、水草なんか本当に活着するのを待っていたら何ヶ月もかかりますからね。このとっても便利な水草用の接着剤を使うわけなんであります。この接着剤は水に触れると固まるっていう変なものなんですけど、残念ながら接着部分が白くなってしまって目立つんですね。まあそんなわけなんで、接着剤が余計なところにつかないように努力しているわけなんであります。ちなみにさっきからくっつけている水草はブセファランドラ、アヌビアスも好きなんですけど、このブセファランドラの葉っぱはもうちょっと小さくてですね、形も角がたくさんあってユニークなので気に入っています。今まで何回か水槽に入れたことがあるんですけど、うまくいったことはありません。まあ何の根拠もないんですけど、今回はうまくいきそうな感じがするわけなんであります。しかしまあ今更なんですけど、なんで流木を石の上に乗っけちゃったんですかね。ちょんまげみたいでまるでバランスが悪いわけなんですけど、もうこのスタイルしかないといった感じでやってたんですけど、若干冷静さが欠けていたようなんであります。まあそんなわけでこの変な石をですね、水槽の中に入れてみるわけなんであります。さてこの左側のなんとかモスだけはほっといても成長するってことで、全部出そうとするんですけど、それが一苦労。まあこれはこれでなんかの作品みたいでいいわけなんですけど、ここまで育ってしまうと捨てるのがなんかもったいない。というわけでこのなんとかモスの跡地が汚いので清掃します。まあこんな感じで左半分が完全に空いたわけなんですけど、今更なんですけど真ん中に同じぐらいの石を2つ置くっていう構想はちょっと変ですね。まあ今編集してるんでそんなこと言ってもしょうがないんですけど、出来上がりを知っていますからね。さあこの溶岩石を実際に入れてみましょうってことで入りました。ここから溶岩石の向きをめぐって試行錯誤が始まるわけなんですけど、これ手持ちのもので対応するんではなくて、用途に合ったものを調達した方がいいわけなんであります。本来ここに置くべき石は隣の石と比べてもっと大きい方がいいと思っているわけなんですけど、まあそうであればこんなに悩むことなく一発で決まるわけなんであります。とりあえずこんな感じで収まったわけなんですけど、やはり左側の石にはもう少し高さが欲しかったですね。というわけでこちらがビフォー、そしてこちらがアフター。まあそんなことを言っても大して変わってないわけなんですけど、左側しか変わっていないんで言われないとわからないですね。間違い探しに使えそうなんであります。まあそんなこと言ってますけど、左右のバランスはうまく取れたような気がします。やはり中心部にもう少し高さがあれば、そんなことを思ったりするわけなんですけど、水草でカバーできるかもしれませんね。
デスクトップ水槽ってことでやってますけど、この中にいるディスカスがもう少しカラフルだったらいいななんて思うわけなんですけど、成長とともに色は変わっていくなんて言われています。成長とともに色が変わるというのは何週間何ヶ月という期間を経てゆっくりと色が変わるということなんですけど、一方で数時間で色が顕著に変わるなんてこともあるようなんであります。ディスカスは周囲の環境に非常に影響を受けやすい。検索するとそのような話がたくさん出てくるわけなんですけど、ソイルを使った暗い感じの水槽の中ではその中にいるディスカスも暗い色になってしまう。まあちょっと極端な映像なんですけど、真っ黒なソイルを使っているということで、まさにそういった状況なんですけど、それにプラスして水槽の後ろが青ですからね、まあ見てる方はとっても落ち着くわけなんですけど、ディスカスも落ち着いてしまうんでしょうか。まあ他にもペーハーであるとか餌であるとか色が変化することについては様々な要因が関係するってことなんですけど、とにかくすごい色が変わるみたいですからね。朝日のおてこ TV で実験していましたけど、半日で今ご覧いただいているこんな色から黄色になってましたからね。鮮やかな黄色になったわけなんであります。その実験っていうのは黒っぽい砂利底の水槽からベアタンクにしてみたっていうシンプルかつ分かりやすい実験だったんですけど、いつかその動画と同じことをやってみたいと思います。喋ってることを含めて動画を完コピするっていうのはどうですかね。まあどう考えても一部の方にしか受けないでしょうからね。結果としてあまり多くの方に見てもらえないという前回の糸水の動画みたいになってしまうわけなんであります。糸水見たくないですよね。まあそんなに気持ち悪くない仕上がりになっているので、ぜひ見てもらいたいわけなんですけど、というわけでディスカスについては知らないことだらけなんですけど、この水槽にいるディスカスは自称マルボロレッドってことなんですけど、本当に全て同じ魚なんでしょうか。全くそんな風には見えないんですけど、もっと大きくなったらみんな同じような感じになるんですかね。まあ飼育するのがとっても楽しいわけなんであります。ちょっと待ちきれないってことで、こんな感じで水槽が明るくなるように白っぽい石を入れてみたんですけど、どうですかね。まあそうは簡単にいかないってことなんですけど、メジナからカワハギぐらいに変化したような気がするわけなんであります。またもや思いつきってことで、後ろに白い紙を入れてみたんですけど、わかりますかね。 A4 のコピー用紙を3枚入れたんですけど、まあ言われてみればちょっと違うかなって感じですかね。まあ言わなかったらわかんないんでしょうけど、若干ディスカスの色がまた明るくなりましたかね。まあそんなことを言ってもさらに黒くなってしまったやつもいますからね。まあ何が本当だかよくわからないわけなんですけど、このディスカスの色が変わるのは自分で変えようと思って変わるわけではなくて、周囲の環境の変化に自律神経が対応して体の色が変わるんじゃないかと、そんなことを言ってるサイトもあったんですけど、それが本当であれば幼魚の自律神経っていうのはまだ若干不安定ということで、色もはっきりしないのかななんて思うんですけど、そんなの関係ないって感じかもしれませんね。ということで気長にですね、色の変化を見ていこうと思います。